MUK カメラサービスの小菅です。これは昔の中盤カメラ用のグリップです。よく中古屋さんで見かけるやつです。これを使ってミラーレス動画向けの必要最小限の軽量カメラリグを組んでみました。後に簡単な工作があります。よろしければ最後までご覧ください。MUK グリップが左か右かで意見が分かれるとこですが、僕は右にしました。本来は左グリップです。マニュアルフォーカスのレンズはアダプターですることが多く、左手でピントや絞りの操作をするからです。右手はレックボタンぐらいしか使わないからです。オートフォーカスで撮る方はグリップを左につけた方が良いかもしれません。右手でカメラの操作ができます。本来は左手用のグリップなので、グリップの握りが逆です。右側にいいようにひっくり返して装着してみます。開いている穴でカメラを固定して、三脚のネジ穴は後から横に開けても良かったのですが、レンズセンターに軸があった方が良いので、アルカスイス互換プレートを利用して組んでみました。アルカスイス互換プレートを当ててみると、固定ネジがグリップのプレートより短いことが分かりました。長いネジがあったので、こちらを利用します。長いネジは Amazon などで買えると思います。それではアルカスイスプレートをグリップのプレートの裏に固定します。穴を開ける位置を決めるため、ボルトで締め付けます。センターポンチで位置を決めて下穴を開けます。開けた下穴にタップを立ててネジを切ります。アルカスイスプレートはネジが通るように下穴を広げます。今回ネジを切ってボルトで固定しましたが、カメラを固定するネジが貫通しているので、接着剤での固定でも構いません。メタルロックなど金属用の接着剤で OK です。はい、出来上がりました。それではカメラを取り付けてみましょう。アルカスイスプレートが前に出ているのは、スライドして重心を移動できるようにするためです。マイクを装着します。モニターを装着します。モニターはモバイルバッテリーで駆動します。三脚ヘッドに重たいものを乗せておきたくないのでバッテリーは下に吊るしておきます。手持ち撮影してみます。ほとんど手持ちでの撮影はないので三脚での運用となりますが、まとまった形で三脚に乗せて移動して三脚に乗せてができると便利です。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ほとんど棒読みで恥ずかしいです。ありがとうございます。